今日は前回山本圭太郎君の紹介で71期の斉藤茂明選手にインタビューしたいと思います。何手が繋いでんの、勘違いしてるからやめろよお前よ。じゃあまあそういうことでちょっとハプニングがちょっとありましたけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとかなり謎のベールに包まれていて、私生活が何聞いてるか分かんないんだけど、普段何してるの？普段ですか？あまり言えないです練習もね、一応いろいろ自分のペース守って、まあ、いろんなパターンで一人でもがいてることが多いけど、あそこはやっぱ競争を意識して練習は。そうですね、一応まあ自分の勝手な思いなんですけど、自力選手って結構変わり者が多いと思うんで、多分その影響だと思います。まあ、最近ね、大ギアブームで競輪界は騒がれてますけど、しぎやきといったらね、もう大ギアブームが来る前からもう大ギアを取り入れてブーム先行したんだけど、もう結構ギア大きくしてからどれぐらい経つか、もう12、3年経つかもしれないですね。まあ、先駆けだね。先駆けっていうよりただギアに頼ってただけ。じゃあ今はその15年前に比べた時よりも今の方はやっぱ重たいギア踏んでるって感じ？そうですね、はい、周りが重くなってんで、それ以上かけないと自分じゃなくなっちゃうんでと思ってやってます。じゃあ15年前そんなねかけてる人いなかったから、今またみんなが踏んできたからさらに重たいギアを踏んでるってわけだけど、まあ、それに対応してなんかその練習方法も15年前のギアかけてる時と変わった時ある？そうですね、やっぱ練習も競争ギア以上にギアかけてもがいてます。やっぱ重たいギアで練習すること？そうですね、やっぱ自分は野球上がりなんで、なんか重たいもんで練習してからっていう体に染みついてるんで、そういう風にやってます。そうだ、野球もうまいんだよね、確かね。ピッチャーだったっけ？いや、ブルペンキャッチャーですあれ、ピッチャーじゃなかったっけ？あ、バッティングピッチャーですけど昔よくアマチュア時代一緒に練習、茂明と練習した人からあだ名がパチパチと、パチっていうあだ名がついてたんだけど、そのパチっていうあだ名の由来はちょっとよく俺分かんないんだけど、ちょっと聞かせてくれ。あんまり大きな声言えないんですけど、アマチュアの頃からパチンコばっかやってたんでパチってあだ名がつきました。パチンコ大好きからパチと。今でも好きだそうだもんね、確かね。そうですね、もう趣味の一つですね、はい。だんだんこの私生活が暴かれてきましたけどじゃあ暇の時はまあパチンコによく行くって感じかな、オフの時は。そうですね、はい、パチンコが多いですね、一人で遊ぶのも好きです。でもう年も40越して若いは、ね、先行選手もバンバン下から上がってくるわけだけど、それに対抗していつもね一生懸命かましては、ね、先行で頑張ってたけど、やっぱ苦しい、やっぱ若い選手がバンバン上がってくると思う。そうですね、やっぱ苦しいですね、はい。これからも先行一本？いや、自分先行っていうより自力なんで、あんまり先行にこだわらずに、はい、自力で頑張りたいです。これからも。はい、そうですね。そうですね、はい。前回紹介していただいた山本圭太郎がニヤニヤしながらやってきたので、ちょっと同期で話してもらいたいと思います。
今紹介されました、東京唯一の同期、山本です。よろしくお願いします。まあ、一番基本的なことで好きな食べ物とか好きな食べ物なんすかね。豆類豆類あの唯一の趣味と言われているあのパチンコとかは本当に行かれてるんでしょうか。一応さっきも言いましたけど、とりあえず、はい、一応唯一の趣味なんで。茂木さんはあの住んでるとこ、あの都内23区ですね、唯一の、買う車が常に4区なんですが、その辺の理由など教えてください。理由は大雪降ったら困るからです。それあの車で参加するときってことですね。まあそうですね、結構遠くまで行くんで、やっぱ寒い県も行くんで、その時に、はい、降ったら困るんでっていう感じです。わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあもう一回基本的な質問で、好きな食べ物とか豆、ありがとうございます。斉藤選手はパチンコと豆類が好きなの。どう丸いもんが好きなんですかね、ちっちゃい。はい、あと四駆が好きなんだよな。まあ好き、まあ好きですね。お酒も好きなんだよな、日本酒がな。好きっていうより、そうですね、はい、好きなんです、お酒は。日本酒がな、キチガイ水になっちゃうんだよな。それはないです。先輩立てるように。ふざけんじゃないよ、お前いつも酔って俺に白だれかかってるくせに。いや、そんなに酔っても本人は出さないように頑張ってますけど。お酒と豆とパチンコが好きな斉藤茂明選手でした。ありがとうございました。4月に立川競輪場配分されてて出走予定なんですけど、まあ地元立川出走で意気込みの方をちょっと一つ。そうですね、はい、あの番組次第なんですけど、任されたらやっぱ自力で頑張れるようにはしていきたいです。最後に応援してくれる地元のファンの皆さんに一言お願いします。そうですね、はい、もうどんな位置でもとりあえず1回は動くようにしますので、車検が無駄にならないように頑張りますので、応援よろしくお願いします。パチって呼ばれてもいいの？そう、パチぐらいだったら大丈夫です。茂明でもパチでもいいようなので、応援よろしくお願いします。お願いします。あの紹介してもらえる選手をちょっと一人紹介してください。はい、あの立川の道場つながりで斉藤正弘さんを紹介したいです。ね、あのちょっと道場つながりっていうのはちょっとなかなか何の意味かわからないかと思いますけど、そこら辺は次回じっくりあの聞いてみたいと思います。じゃあ今日は斉藤選手ありがとうございました。じゃあ次回お楽しみしてください。それじゃあさよなら。やめろやめろ。